東日本高速道路株式会社は、高速道路株式会社法に基づき設立された日本の特殊会社。通称は、ネクスコ東日本。ネクスコ三社のうちの一つで、東日本地域の高速道路、自動車専用道路などを管理運営する。2005年10月1日設立。 道路関係4公団の民営化方式として採用された上下分離方式において道路施設の管理運営を業務とする。道路施設の保有を目的に設立される独立行政法人日本高速道路保有債務返済機構から道路施設を借り受ける形態をとる。高速道路等の新規建設も事業内容に含まれるが完成した道路は機構が保有することになる。 コーポレートスローガンは、あなたに、ベストウェイである。また、関東支社では、ハイウェイラジオの放送内容の最後に、新潟支社では、放送内容の最初に、あなたに、ベストウェイ、ネクスコ東日本とアナウンスされている。ブランドカラーは、ネクスコグリーンと呼ばれる緑。同社では、東日本、北日本の安息を感じさせる自然をイメージした、深みと、 明るさのある緑としている。おおむね北海道、東北、関東、および、新越の一部地域において、旧日本道路公団が管理していた道路を事業範囲とする。また、東名高速道路、中央自動車道及びその周辺の一般有料道路については、関東地方の区間についても、中日本高速道路株式会社の事業範囲に含まれている。 ネクスコ各社の管轄図具体的には以下の道路が事業範囲となる。高速自動車国道一般有料道路 A は国間道に並行する一般国道自動車専用道路。B は一般国道自動車専用道路その他自動車交通施設2020年時点で連結主会社は全体で24社となっている。2020年時点で持ち分法適用会社は 全体で7社となっている。ミスター e t c と高速人カー高速人カートは、三菱 UFJ ニコスと提携した、クレジットカード E、ネクスコパス、別称、高速人カードの宣伝車のこと。ベース車は、ネクスコグリーンにカラーリングした AE86 である。高速人カーコミュニティがある。ありがとうございます。